本動画をご覧の皆さん、お越しいただき、ありがとうございます。ご流星です。本日は、ソロループ、第10話を称して、リアクションを収録していきたいと思います。よろしくお願いします。では、いきます。3、2、1、5。わた、私も頑張りますねってなんだろう。あ、これから決めるんだ。うん。出し物はね。うん。た あ、この人じゃなかったでしたっけこの人が、私も頑張ります、って言うんじゃないでもそういえば、あれだな、小春日和のご姉妹は、まだ知られてな、うわぁ、お前さちょっと前までさフラえ、知ってる。 ほら、変に物、変にしたぶったことを言うから、わかんないんだよ、世の中にはどんなつわものが同じクラスにいるか。どうすんだ、あれは。わかんないけど。別に、試されてはいないでしょうけどね。うん。じゃあ、小春のクラスの文化祭のまず出し物決めるところからで、多分ですけど、 あの、オープニングに出てくるいろんな要素が、本編内に出てくるじゃないですか、順番に。で、まだ出てきてない要素の一個に、あのなんかすごい長袖の、白衣かなんか着てる小春の服あるでしょあと、今回の、ひよりさんの服装が、やっぱりオープニングに出てくる、うーん、これ、なんですよ。だから、これ文化祭、 あれなんすかあのメガネと白衣のめっちゃ袖長いやつ。わかんないわ。多分あれが出てくるんでしょう。それが何すんのかわかんないですけどね。で、あれお化け屋敷かなわかんないけど。多分だけど、ひよりさんのクラスは、和風喫茶かなんかやるんじゃないですかっていうね。 で多分コアルのクラスのさっきちらっとおいでになったあのメガネの人が予告にもありましたし私も頑張りますねっていうのはまだあんまり親しくねまだ親しくないあの人しか考えられないから今のところはですけどなんか頑張るんでしょうはい多分日和は調理班やりたがるんじゃんうん うん。だと思ったんだよな。なんだけど、どうせ求人を、救治予判をやらされるんでしょみなぎさんは。この流れは間違いない。うん。ほらね。<laughs> その、その経験を買われて、ねえ、そうですよね。まあ、まあ、それはね、うん。逃げるほ。<laughs> それの何が嫌なんだ、お前は。 どん、うん。はあ、派手かどうかっていうか、まあ別にいいけどさ、小春だったら大喜びできるんだろうな。うん。まあこれ逃げ道一個あるんですけどね。調理班やりつつ、その、9時班の指導だけするっていう、ありえるんだけど、うん。う、は、ん、あ。<laughs> すごいな。お前関係ないよな。別のグラスだよな。何やのか知らないけどさ。うん。 本当いしに来たのあんた用はないでしょ自分のクラスの出し物の、みなぎさんもう一人いるんですけどね。あ、そうか、みなぎさんになってから入学だから。うん。別に。はなんだその、はい。はい。うん。私もちょっと恥ずかしいことに知らなかったですけど、お前俺と一緒だろうが、知ってから、その、長さ、うん。 天からっていう、はい。けばり、はい。うん。あへ私これ存じ上げないっすわ。うん。ハリスやっぱ、うん。ラインからは、けばりまで。うんうん。うん。天からはへいつぐらいからあるんですかうん。た、どこだろう。天ぷら、 はい。は、はい。そうっすね。でもそうだな。うん。よく似てるわ。はい。あ、じゃあ結構本当に必要。はい。ああ、なるほどね。趣味でやるか、仕事でやるか。ああ、ほんとそうっすね。なるほどね。点からって仕事にもなるんだ。うん。まあ、そらそうでしょうね。普通、だって、どんな、聞いたよ。 誰にだ毛りは、いえそうなんだ。うん。流れてくんじゃないあれ、何考えてんだはな、まさか、客を取る流れの発想をパクるつもりかそんなことできるわかんないですけど。うん、まあ私は <laughs>、私は存じ上な,いなったですけどね。まあ、たまたますよね、こういうのは。あ、この人だ。 小春ーだ。あのー、入学初日に、はい。お前、ほんと知ったことをすぐ人に語りたがるよな。つい、はい。そうだよ。フライと天ぷらの違いなんて今誰も聞い、あ、えー、男子は、ねえ、やってる人は面白いかもしんないっすけど、 えあは、はい。別に三代よ。うん。そう。いいんじゃない別に。かぶんのはいいんじゃん。な、はい。えなんで寄生虫とかああ、寄生虫ね。うん、そうなんすよ。だからいるやつといないやついるし。そうですね。まあ、全然あり得るんじゃないですか。何考えてんだろうな。 寄生虫とお化け屋敷、はい。寄生虫とお化け屋敷つなげて、寄生虫博物館でもやるつもりかあまあいいわ。これは、何人祭わかんないわ。他に読み方思いつかないですけどね。あれなんかある名前のお祭りなんですかね。魚の模型を作る。うん。ああまあ、 ひよりさんは料理ちょっと、え嘘えはい。まさかこっちの、<laughs> まあ、双葉さんしか、はい。いや、ほんとっすよ。さすがですよ。まあもうしょうがないっすよ。あ、この、この男子の子はあれかな愛子さんが、うん。はぁ。 はい、あ、いいんじゃんなん、た、大変かなんでだなんでなん、なんでなんですかなんでそうなるんですかそれが、まず最初に必要。ちょっとこれ、サイカ川さんの、うん。これ、ここま、あ、はい。あと、ちょっと愛子さんあれですね。あなた、そこまでだと思わなかったっすわ。は、う、い、ん。完全にサイカ川さんですよね。この人。はい。終わりました。 なるほど、ちょっと認識改めないと。うん。んーうーん。あ、そうなんすか。まあ、でもね、経験にはなるからな。うん。はーい。あ、これか、オープニングにやっぱり。えほ、あの、ご本人に決めさせたらいいんじゃないですか。経験にはなりますよ。あと、まあ、他にもね、 親御さんとか、お姉ちゃんとか。<laughs> お姉ちゃんと私なのあ,あまあでもそうね。うん。お姉ちゃんと私との、その、うーん、落差というか、まあしっかりしてるお姉ちゃんだし、趣味と仕事を兼任しつつ、おう、かわらしい。 寄生虫の本だったのね。魚の本かと思ってたわ。はい。おね。スピニングリールだ。うわぁ、めんどくさいっす。ね。3D モデリングやりますね。うん。これは、ね。3D モードを使わないでやれっていうの無理っすよね。だけどよくやるわ、ほんとに。それはそれで難しいんですけどね。うん。へぇー。ははは。すごいしっかりしてますよね。 いちいち、丁寧だし、うわあ、照り返し、照り返しめんどくさいんだよなーはぁ。ね、これ、ちょっとね、うん。できたら、やりたいし、綺麗なんだけど、ほら、あの、波打ち際波がぶつかるところと、そうでないところ、わざわざ表現変えたるっていうね。いけるんだへえ、いいんだいいっすね、割とね。またすいにゃんはい。 ロッドリオ。タックルはい。タックルって何したっけ忘れたわ。うん。そうっすね。出ましたね。スピニング。うん。スピニングリールは、初心。うん。全然。あー。あそこはフライショップか。なるほどね。そうっすよ。今回も、はい。 ありがとうございます。これもやっ、ね。ベル、はい。はあ。ま、うんふん。ドラグノブ、はい。と、はい。ああ。なるほど、なるほど。ああ、ああ、ああ、ああ。引っ張り、引っ張る力に、はい。 ほう。早速へえ。あ、なんだ。うん。これも、ルアーとか、はい。はあ。すごい。もう全部頭に入ってんですね。はい。さすが釣り船屋さんだな。はい。うーわ、めんど、はい。 めんどくさー。はあ。はあ。<laughs> すごい完、完璧完璧な。恐ろしいっすね、双葉さんね。いや <laughs>、はい、あ。これ絶対覚えらんないっすよね、一回でね。うん。はあ。えおう。へえ。投げない。 っていう釣りをひキりさんがやってんのは。いや、そらそうでしょうね。ああ、まあ、そうなんだろうけど、<laughs> ちょっと双葉さんの実力舐めてました。実力というか、あれ全部頭に入ってて、順番も全部理解してて、どれがどういう機構だから、どう使わないといけなくて、どう生かさないといけないかも全部頭に入ってるって恐ろしい。はい。うん。うーん。そうなんだ。だって対抗棒、 うん。そうですよ。あのー、なんだったら、そう、そうやって時間を過ごすためにやるんだっていう人、<laughs> いるぐらいいて。じゃあフライはやっぱそんぐらい忙しい。うわー、細かーだから。はい。へー。そうっすね。<laughs> この人やばいな。そうっすね。あのー、へー。 あ、小さいから、へえ。面倒なので、はい。すごい。まさかこ、こやっぱそうっすね。うん。もう反射的にラインを、もう、引っ張るっていうね。ちっちゃっ。ヒイラギって言うんだ。はい。天ン、フライかな、それこそ。うん。あー。なるほどな、ね。その摩擦自体が。うん。 なるほど、なるほど。そうなんだ。やっぱフライスか。ちっちゃいと砂漠なむ無理でしょうからね。あんまりいい出来栄えにされる。ああ。あの、口の中に、うん。ねえ。あの、口の中に取り付くやつとかね。お漏しじゃなかった。<laughs> はい。あ、くれるんですか。ありがとうございます。 あ、はい、あ <laughs> ありがとうございます。たくさん釣れるぜ、これでね。よかったっすね、ひよりさん。ありがとうございます。だ、まずは。はい。ありがとう、使わせてもらえ。貴重な池だぞ。うん。そんなことをしてもらっていいのか、情けなくないのか。そうだ。そうなんだぞ。何歳上なんだ、お前は。お姉さんなんだろうが。強い、<laughs> 強いところを見せろ。そうだ、ちゃんと。 マジではい。はい。私、先端が輪っかになってるやつは扱ったことありますね。うん。あアホちゃう <laughs> よかったね。<laughs> これでもできないかと思ったけど。まあ、最初はいいんじゃないアホかと思いますけどね。うん。え、あ、はい。手と何がか、うん。毎回プライヤー持って、 うん。毎回プライヤー持ってってる方が、なんすかそれっていうね。よくプライヤーありましたね。むしろね。まあ、魚から外すためにか。はい。メバルはい。うーん。そうなんだ。メバルえそうなのえ、あんだけ釣り全般に詳しい双葉さんから見てもそんな珍しいんだ。へえ知らんかったわ。うーん、プライデーやるのは、 お父さんなんでそんなフライばっかりなんだそういえば第一話でいきなりやりましたけど。はい。はあー、なるほど。やる人は少ないんだ。うん。うん。こうちゃんのお父さん。だいぶ付き合い長い。はい。ええー。じゃあ、これ、すごく受け継いでる人少ない技なんだな。すごい。ほんとすごいと思う。で、 そうでしょうね。なるほどね。双葉さんはびっくりするっていうのにびっくりだわ。そうだし、そんなさ、いや、そうそうそう、無理って言われてることをなぜ可能にしようと思ったんですかね。なぜ人間ってそういうことをしようと思うんだろう。はい、あ、かっこいいと思います。本当にすごいと思う。まあでも誰かがそういうことを開拓してきたから、はい、あ。 双葉さんはこんなにカーメーを蹴られるっていうのは、それはまた意外だわ。そうやってみんながやってるから進化していくんですもんね。いろんな釣りがね。うん。頑張りましょうね。はあ。双葉さんなんすかねあんなにカーメーを蹴られたのは。うん。それはもう、だって。なんなら今日だけでも相当な成長されたんじゃないですか よりさんおうえ何これサバーなの。へえ。あ、良かったですね。っていうか、すごいですね。このチョーカー。こんなに釣れるもんっていうね。これはすごいわ。あれ、なんか、下ごしらえしてあんの首折れてんのは。あってあんのかなあってわた抜きとか。<laughs> これがまたすごいですけどね。文化祭に出すもの。 はい。ぜひがん、何をね、ぜひ頑張ってください。何をはい。ああ、あれか。壇上に立つという決断をされたわけですね。まあでもなんでそれは双葉さんはそうしようと思うのかなね、誇らしいでしょあなたの彼女が。こうして堂々とみんなの前で、あら、堂々とされてる。本当に。はい。なんでなんすかあなたがなぜそんな、 <laughs> なんであなたがそんな親御さんみたいに。何人さえはい。全然いいですけど。これは、いろんな作品があり得るな。皆さんが連想されるのはね。うん。あー、なるほど。これはすごく、うん。いい発想だな。よく思いついたわ。これは。うん。わか、あー、あー、あー。 寄生虫博物館、あ、これね。寄生虫博物館だけど、うん。全般的に、あ、これか。その服何なんですかなんでその、その袖のめっちゃ長いのは何なんですかなんでそんな血まみれにする必要がはい。そうですね。もうわかんないですけど、どんぐらい入ってんのかもうちょっと入ってもいいですか結構人気出そうですけどね。 発想がいいなぁ。はい。<laughs> 単に寄生虫のじゃなくて、検索してはいけないみたいな。怖いもの見たさえ、すごいけど。こ、そうっすよ。あれなんすか誰あれ作ったの大したもんだけど。はい。ハリボテとかでもすごいけどね。うん。はい。サバサンド。はい。どうやって作るんだ コアルズキッチンならぬ、コイズキッチンですかは、さすがでございますね。はい。はーい。ああ、すごいですよね。単にあの、代わり種でサバサンド作っていましたじゃなくて、全部ちゃん、はい。ちゃんと作るんですからね、この先の場合ね。うん。あれで完成っていうのは、は、はい。完す、はい。はい。さらに、うん。 回答せずに。れ。はい。吉永。<laughs> はい。え、もうはい。もう入れんのああ。いやー、すごいですね。本当に。うわあ。細か。あんなマヨネーズかけていく、ソースかけていくところの描写。はい。すごいわ、これは。ああ。 この作品すごいですよね。料理に関してマジっすもんね。うん。うわ。うん、マヨネーズプラス、そういそうソースね。ちなみに前回の、ふん。順番変えればよかったですかね。前回の味噌とマヨネーズは特にコメントありませんでしたね。あるかなと思ったんですけど。まあ、それ以外にもね。相変わらずファニメーションさんの字幕。うん。そうなんですよ。後でわかる。後で見せてもらえなさい。 うー、はい。あの、塗った後のとかさ、細か。あ、ははは。限定20色うん、はあ。そん、はい。また釣ってくださいか。は、はい、わかりました。はい、あ。そう、そうっすね。うん。なんで、愛子さんがそんな、はい、あ。 そうしましょうね。ぜひね。これ、双葉さん全然気づいてないのが、はぁ、あ、分かってますよ。大丈夫ですよ。全然客来ない。<laughs> 本人が検索して,してはいけない生き物みたいに。うん。なんでなんだろうなぁ。あはは。意外とね、厳しいですね。 まあでも、喫茶の方はだいぶ入ってるみたいですけど、えあ、そうっすか。えー、なんでだろうな。なんかありましたっけまあ、多分、やっぱ、え、すごいいい発想と思ったんですけど、その、発想の賢さというか、ただね、その、決して単に物珍しさというか、 寄生地博物館ありますから、あれをパクってというか、そのまんま、それの小さい場合やるんじゃなくって、もうちょっと、その、取り扱う対象を広げて、検索しちゃいけない生き物を、うん、これは、いい発想だなまあそんなありますけどね。そんな、なんか、本とか、あと、なんだっけ。 あ残念な生き物図鑑でしたっけうん。なんかそういうくくり方の面白さ、一工夫婦してあるみたいな。うん。それを展示やるっていうのは、いいアイデアでしたけどね。まあわかんないですね。でも、ね。ちょっと愛子さん意外でしたわ。あなたがどっちかっ言ったら完全にサイカーさんで、すごいあの、双葉さんに対する愛情の強い、 それがびっくりでしたし、双葉さん全然気づいてないですね。うん。見た目的にはね、逆なんですけどね。あの、さやかさんと、カーナさんの <laughs>。ハニサキス <laughs>。ハニサキスがそっくり。はい。そうっすね。そう。えー、あー。はい。な <laughs> んでもやりたがるんだなぁ。本編内ではご登場のなかった、いちかさんと、うん。 へえ、いろいろびっくりなことありましたけどね。うん。実は何気に、あの、それは釣りアニメだから、本来それが当たり前かもしんないですけど、釣りの場面が意外と長かったっすよね。で、うーん、釣りそのもののやり方とか、いろいろ種類があるんですけど、うん。まあ、小春のあのね、知ったばっかのことをすぐ人に自慢したくなるっていう、あれは、まあ、そのうちどっかでね、後悔するかもしんないですけど、 まあ、おかげで面白い話ありましたし、毛張りか。あ、う、あ、ん、意外と男子連中が知ってましたね。で、それもありましたし、双葉さんと一緒に海行って、で、あのー、スピニングリールで鶴をやってみるっていう日和さん。へーっていうね。まあ、だから、最初からね、いろいろ手ほどきしてもらって、なんで、それは時間かかるでしょうけど、あのー、文化祭の方ばっかりずっとやるもんかと思っていたら、海に行って、 釣りに行ってで、その、初めてのスピニングリールの釣りの手ほどきのあの見事さね。あれもびっくりでしたけど、第1話で早速出てきて、その時全然フライなんて存じ上げなかった私なんで、あのおじいさんたちの山川さんフライばっかりだったからっていう、やっぱり同じく釣りを趣味にしている皆さんが語る山川さんの釣りの仕方の中にどんな印象が込められているのか。じゃあやっぱり、 すごく珍しいやり方なんですね。だから変わってるし、だから山川さんのフライばっかり使う、あの釣り方は、まあ、釣り仲間とか、知り合いの中で有名だったんですかね。変わってんなっていうね。で、それがね、あんだけ、その話が出る直前に、あんだけ1から10まで全部、丁寧に詳しく、で、効果的な使い方とか、説明されてる双葉さんだったんで、 その双葉さんでも驚くような、珍しいと思うような釣りの仕方だということがありましてね。いや、そんな面白い、その、やっぱり1話からこれまでの間、まあ、フライフィッシング単体でも面白かったんですけど、さらにその奥にあるもの、フライフィッシングが本来使われていない領域まで持ってきた人がいて、それが、深夜さんだったのか。<laughs> で、また、あの、吉永さんとね、ほんとずっと一緒ですね。あの二人ってね。だから、 ちょっとどっかであるかなと思ってるんですけど、あの、吉永さんから見た、ちょっと深夜さんの昔話とか、だいぶ変わり者だったみたいなんで、今となってはご本人に聞くことの叶わない、二人の昔話、一回ね、一話ぐらいまるどっかではないかなと思ってるんですけど、もう10話っすよ。あと2話っすよ。マジっすか。早いっすね。うん。やっぱ本当に、まあ人によるでしょうけど、前期今期とね、 20話以上ある長い作品見てきましたんで、触っていつもの普通の人クール12話のセレーズに帰ってきて、終わり近づくとどんな感じかと思っていましたら、やっぱすごく短く感じますね。人によるでしょうけど。意外とすごく素直な感覚の変化がありますわ。というね、うん。だこれまでもやっぱり、 定盆時からそうですけど、釣りって人類がずっとやってきましたんで、その中には本当に世界各地の数え切れないぐらいの人間が携わり、時にはそれで生活を成り立たしてきた。それができなきゃ、おまんまの食い上げよというぐらい本当に命がけで中にはやってきた人も含め、ですから本当に数限りない人間がその状況にあって考えつく限りの 工夫が詰め込まれてますんで、そのたんびに本当に感心するんですけど、それでもまた未開拓の領域があって、そこに一席を投じたのが、深夜さんか、へーっていうね、文化祭の隙間に、どえらい壮大な話ありましたし、まあ、あとね、双葉さん、そして今回、あのー、八景島シーパラダイスあれで相当ね、愛子さん惚れ込んだらしく、多分ですけど、 目が二重にハートマークになってるっていうね、証拠場面を抑えられた方いらっしゃいましたけど、今回すごかったっすね。うん。完全にサイカーさんのオーラ感じましたわ。ってこともありましたし、役カらしかったわ。そこの下りはそこの下りでね。小春のクラス残念でしたね。受けそうだけどなぁ、まあ。わかんないっすわ。ちょっと、アブハチ取らずになってしまったかな。どっちかに振り切るべきでしたかね。お化け屋敷ならお化け屋敷とか、わかんないっすけどね。 まあ他にもね、また振り返れば色々あるんでしょうけど、まず一旦はまた前回から今回までの間に色々ありましたんでご紹介してからまた本編振り返りましょう。まずですね、なんで毎回あるのかなぁ。種類は違うんですけど、本当に毎回のようにあるんですよね、字幕関連ではね。まあこれはね、そう、何回か申し上げてますけど、まあこれの、やっぱりあれかな円差が溜まっていって、 アニメーションさんは消滅の浮き目に合うんだろうか。なんでダブではあんなにね、実績あったし、ずーっとこだわってダブをやられたのに、変に勝手のわからないサブ方面にどんどん出てきて、で、最初はね、歓迎する声もあったんですけどね。お、そうだそうだ、クランチロール一興は良くないぞってね。したら一興もクソも、 誰も見向きもしないクランチョロルさんとどっちか選べって言われたら全員がほぼクランチョローさん選ぶんじゃないかっていうぐらいの字幕しか出せてこないファニメーションさんでずっといましてでそのままなぜかファニメーションさんがどんどんローカライズ券を買いあさっていったのかなやっぱりあれはでその無茶がたたってかそんなねやりゃいってもんじゃないしどんどんクランチョロルさんのお株を奪っていきながらその仕事内容は みんなから散々文句言われ、で、前回のスローループ第9話でもちょっとあったんですけど、これたまにあんのは何なんですかねで、こんなところはっていう、細かいですよ。細かいですけど、あの、言わないけです。字幕なかったです。はあのさ、あのー、みかんにマンダリンってつけたりとか、お札に間違った、間違ったかわかってて、嘘なんだけど、違和感ないようにか お札にプライズって付けたりとか手延べそうめんに hand stretched そうめんってつけるぐらいだったらなんでここ忘れんの言わないけ普通にあのそうねイワナは英語ではチャーって言うんですねだからそのイワナを釣る回では日本語でのイワナと英語でのチャー使い分けてねあ丁寧だなと思ったんですけどなぜこのイワナ池には字幕なしにしたのなかみかんとかお札とか手延べそうめんとかには つけたりするくせに、ここの場面、これしかないんですよ。この岩言わない意しかないんですよ。画面の中に。なんでそれは忘れんの <laughs> あと、みかんね。数秒前のみかん箱にはつけなかった字幕を2回目の登場の時にはつけるっていうね。あれもよくわかんないですしね。らびきも未だによくわかんないですしね。あと、これは別におかしくないですけど、ね。ブラシメージマッシュルーム。これはね、あのー、キノコの種類は全部こうなりますね。和名の場合は。シエタケマッシュルームとか、 茸マッシュルームとかですだかこれは逆にねあの日本語でマッシュルームマッシュルーム言ってるとあの丸いやつあれのことしか刺さないっていうあっちの用法の方がなんでそうなったっていうねことなんですけどまあそんなことがありましたわうんまあこれはねこの言わない家の美術の綺麗さに目を奪われていって字幕付け忘れたんですかっていうねなんでなんだここはいるでしょ満場一致でさでした で、リアクションですね。うん。J さん、クイーン・リージャさん、ランダム・ラボ・プロダクションさん、皆さん順調に来られてますし、ちゃんと私も拝見できましたわ。ね先々週、急激に事態が切迫してきまして、私も本当にね、情報収集と拡散と忙しくって、もうちょっと落ち着くかと思っていた今週の方がよっぽど大変でね、だったんですけど、ちゃんと今週見ないとまたね、溜まっててしまいますんで、休みも必要ですしね、拝見しましたわ。 よかったっすね。前回ね。やっぱり皆さん、特に、ランダムランボープロダクションさんね、すっごいゆるキャンの雰囲気感じるんだが、ってね、何回かおっしゃってて、うん。なぜかわかんないですけど、前回のゆるキャン感はすごかったっすよね。まあわかりますけど、それはキャンプに行くんだから、そりゃそうなんですけど、前にも一回あったキャンプの時ね、あの時よりよっぽど強い、あっちの方がね、テントを張りましたし、いろいろあるんですけど、前回は本当にすごく、ゆるキャン本体と、 見まがうぐらいのすごいゆるキャン感がありまして、いろんな人は感じられてました。でね、それはディスカッションでも多かったですね。女子高生が一人でキャンプに行くのは危険だよ。ゆるキャン、爆笑。心地よい釣り、キャンプ旅行だったけどね。でね、相変わらずクソカテニーさんが、うーん、堅実なお仕事をされてますね。だから全部あるんですね。元になった場所が、キャンプ場まであるんですから、 まあこれは全部あるんでしょう。彼女たちが行ったキャンプ場は、栃木県にある、奈良入沢渓流釣りキャンプサイト。奈良入沢渓流釣りキャンプ場。へえ。だ。渓流釣り。<laughs> z U or I. かあ、へえ。こう書くんだ。横須賀から電車で5時間くらいの距離があるので、一星さん、さん、すごいな。珍しいな。一星さんは正しく、遠い方にはなる。うーん。珍しいですよね。わかりますけどね。クソカウトエニーさんぐらい、すぐ、 殺菌内での名称とか掴み取られて、検索してその公式のその場所がわかる何らかの資料を突き止められるぐらいですから、そゃそうかもしんないですけど、一世さんね。うん。これはね、女の子では結構ありますけどね。特にあの、あだ名の一部になってるやつ、さっちゃんとか。だったら当然ですけど、男の人でわざわざ、さんって付けられてるのは珍しいですね。奈良入沢キャンプ場のバンガローの一つ。うん。 彼女たちが止まったのと同じもの。彼女たちが運転できれば、この家族のシェイリオーに横に止めることもできただろう。次回は気合を入れて、スーパーカブ三大体制で挑むべきかもね。ちなみにスローループとスーパーカブには、声優、<laughs> VA とか、Voice Actress じゃなくて声優、つながり。そうなんですよね。これね、実は、VA って略しちゃえば楽なんでよくされるんですけど、略さないと、Voice Actress と Voice Actor。 とね、使い分けたりとかめんどくさいし分けたら分けたで今度は分けんなっていう文句があったりとかなんでここは日本語にした方がねあの例えばですけど議長ってあるじゃないですか会議の時のあの議長が英語ではチェアマンなんですよでそのチェアマンは男とは限らないだろうみたいなまた例のしょうもない文句が飛んできてチェアパーソンになったりするんですよね時にはねこれがね英語ならではのめんどくささありますんで その辺めんどくさいでアニメの話題ですから、いちいち性別をつけずに故障を使える日本語の声優ね。うん。このが楽ですよね。できる場所ではこうした方が早いし文句も来ないし、声優つながりがある。ひよかなつみはスローループの小春とスーパーカブの C 両方の声を当てている。というね、その聖地特定もお得意ですけど、声優さんネタもね、精通されているというクソカオテイニさんのコメントでした。<laughs> これね彼らのお父さんはゆるキャンのりんやなでしこのお父さんとは違ったね。これはね私もそうですけどやっぱあの人だってまありんさんはもう鍛えられてますから特におじいちゃんにだしなでしこにはあの保護者の方がずっとね実は陰ながら随行されてますんでまあ完全に手放しはないんですけどまあでも本当によく任せられてますよ娘さんたちだけに彼は2人どちらのことも心配してるんだ日和にそう言ってくれてよかった。 二人の絆を深めるだろう。お父さんを悲劇的に亡くした10代の女の子の新しいお父さんになることは常に大変なものだ。小春は釣りを学び上手になっていっている。彼女の料理はすごいね。近々彼女のレシピを試しみないとね、えー、料理されるんだ。でもいちいちね、私も料理は好きなんで、参考になることもあるし、ついついね、私だったら、とかね、考えてしまうことありますね。で、これがね、ベララじゃなくてクマなんですよね。なんでなんだこれは別に、ね、<laughs> クマ、だ、クマストーリー。なぜかわかりませんが。クマの話は二人とも怖がらせた。クマの攻撃はシャレにならない。<laughs> ね二 <laughs> 回目はベラーなのにね。なんで一回目はクマって書かれたんですか時にはあなたの前に現れて人生を変えてくれるたった一人の人だけを必要とするだろう。それは日和セレンさサンにとっての小春、レロースプリングのようなものだ。うん、これはね、多分だけどその辞儀を解読しようとされたんでしょう。うん、まあ、だいたい合ってるかな。ビオリとは、 天気を意味する。ただこのね、うん、あのー、以前ありましたけどね、1話のディスカッションで早速、サイブラサイズさんの、あー小春と日和だから、小春日和なんだなーってね、気づかれて、すごいわ、あの人。で、一単語になった時は、連絡によって日和が日和になるっていうね、そこまでご存知で、完成されてましたしね。 私は彼らの名前に使われている正確な漢字を知らないので間違っているかもしれない。まあね、あの、バラバラの意味もあるんですけど、あら小春日和なんですよね。この辺はサイバーサイズさんのコメントを読んでいただきたいな。で、これがですね、意外と受けてまして、私は少数派の声を消すような多数決は認めない。というお父さんのセリフに、私は民主主義を愛する。というね、付け加えてる方がいらっしゃるんですけど、これがなんかの映画のそういう場面。 らしいですね、でねこれがね、少なくとも一つのサブは、字幕ね。とにかく私が入手したものは、このセリフの翻訳を完全に諦め、This is not how this is going to work。ま、あこれは、ん日本語にするなら、そのように行くことにはなっていない、ぐらいの感じですね。とだけ書いたのは残念なことだ。なんでこれそんな字幕にしたんですかね。ね、おかしいんですよね。ファニメーションさんの字幕って、ここにこの改変いりました全然いらないですよね。だこの人、ね、 エラルエロダイナミック、空気力学、41さんの字幕、何番だろう実はクランチョロさん番があるとか、この人、ね、エロダイナミックさんはどこでご覧になってるだろうというおかしな、またおかしなことがありましたわ。あとですね、うん。ま、たまに出る話題なんですけど、どこかの時点で、コイちゃん。これもね、コイちゃんなんですよね。コイちゃんが300歳のエルフであることが明かされるんじゃないか。 16歳にしては賢すぎるように見える。うん。ともあれ、家族の絆が深まる楽しいエピソードで、彼らの絆を深めるための釣りも少しあったね。と、またね、恋ちゃんの声優って何千歳とかのドラゴンの声を当ててるからね。というコメントで、また声優なんですよね。うん。浸透してきてるかなそうなんですよね。めんどくさいし、かといって VA だとね、大体伝わるだろうけど、そんなに一般的じゃない間に声優が伝わるようになってきてますんで、 それにこっちの方がウィーブネスの高い感じがして面白いですし、入っていくかなぁ <laughs>。でね、もうずっとこれですね。ゆるキャンシーズン3がもう来ていたとは気づかなかったよ。で、で、でも、バンガローを指さすジェスチャー。あれはテントじゃないよ <laughs>。まあいいじゃないですか。ね、もうみんな、無理やり、じゃあこれがゆるキャンシーズン3だってことだね。とかね。温泉にのんびり寄り道しての仕上げもついてくるぞ。恋はレロースプーンになった。今週はエンディング曲も新しくなった。 あれは、なんかね、私もそうですけど、ここで変わるんかと思ったら今回戻りましたんで、前回だけの特殊エンディングという扱いなんですね。なんだなんだろう9はうん、いいですけど。なんで、今回で、あ、変わったんじゃないのね。っていうことが言われるんじゃないですかね。私も今回ね、戻ったんだと思いながら。あとこのね、声はレロースプーンになった、なんですけど、レロースプーンって何と思ったんですけど、これが、 スプーンを二つ重ね合わせた格好が、人間二人が、えっと、誰かの後ろから誰かが抱きついてるように見えるので、後ろ側の人をビッグスプーン、手前側の人をレロースプーンって言うんですって。へーっていうね。だから二人が同じ方向を向いていて、で、後ろの人が抱きついている。覆いかぶさるように。のことをね、そう言うんですって。だから二人がそういう格好してたら、そのビッグスプーンの方、みたいな。 言いい方をすするらしいんですねそんなに一般的ではないみたいですけどまあ通じる言い方らしいです。であとですね私はゆるキャンを週に1エピソードで見直しているのだが今週は2話あったようだ申し分ないね。うんよっぽどお好きですねマポ豆腐マンさんうんこれマーボー豆腐なんですよねマポ豆腐って <laughs> なんでマポは中国語風で豆腐は日本語風あれ豆腐って中国語風で言うとそれもやっぱり豆腐なんすかなんかね あの、ラーメンが完全に日本料理になってて、あれは悪いと思うんですよね。かといってね、チャイニーズヌードルは違いますしね。そもそもあれ、チャイニーズヌードルって、まあ、たまーに言うことありますけど、実は、ああいう麺類って、モンゴル料理とか、真の料理であって、いわゆるチャイナがね、めんどくさいのが、何回も液性革命があって、王朝交代があるでしょ。で、そのたんびに、民族、言語、文化、全部入れ替わるんですよね。 だから単にチャイナっつったってさ、っていうこともあるし、だからめんどくさいんで、もうその、定義が揺るがないというか、何を指してるか明白なラーメン。<laughs> あの、よくありますけどね、その、日本に来ている外国人の方にインタビューとか、日本旅行中のとか、日本滞在中、日本になんなら移住された外国人の方にインタビューとか、一緒にご飯に行く YouTube の動画とかたくさんありますけど、好きな日本料理なんですかって。 聞かれた方の中で、まあ、大体出るのが、ラーメンなんですけど、ね、ただいちいちね、あれは、日本料理かどうかは、相当疑問ですが、とかね、じゃあどこのですかっていうと、チャイナって言うと、それはまた違うっていう定義もありますし、めんどくさいんでね、私あの、好きな日本料理って聞かれて、ラーメンっていう答えが出てくるたんびに、若干の申し訳ない感じを覚えるんですが、まあ、細かいですけどね。あとね、これね、子供だけでキャンプに行くのは危険だ。<laughs> これみんな言ってましたし、私も前回で申し上げましたし、ランダムランボープロダクションさんね。うん。当たり前だよ、つってね。<laughs> 私と同じ反応、あのお父さんの返答に、そらそうだよっ、つって。どっかのイルギャンと違うんだぞ、つって。その辺はね、あのー、クイーンディ DJ さんもご自身の経験をね、語れてましたわ。まあ、米国だとね、余計難しいでしょうし、ほぼ無理じゃんっていう許可もらうのは。なんでね、これ多かったっすわ。子供だけで行くなんて、ありえないわ、っていうコメントと、What the fuck? ゆるキャンパーたちは叫んだ。もう絶対出てきますよね。これね。それと、トランスオックスの小春。うん。これちょっとね、後で画像がありますけどね。ぶっちゃけシーズン2、ゆるキャンで一回あったよね。うん。あったあった。まあ、危ないこと結構ありましたよ。一期からね。でもまあ特にこれですかね。部活の女子3人が単独で冬キャンプに行った時、ああふく本気でトラブルになりかけた。うん。死にかけましたよね。これがね、ご丁寧に一応、スポイラータグで隠してあるんですよね。 行き届いてんシマリンはこれに関してはおじいちゃんのおかげでプロだ。プラス彼女は過去に小春ね彼女は過去にやらかしているので当然除外となるついき念のためネタバレタグをつけたが当然このスレッドにいるような人はゆるキャンを見たことがあるだろうというね全部お見通しだわああそうだ懐かしい君のケツじゃなくって足にくらわせられる低体温症ありましたねでこのトランスォックスの小春そうそれこそが彼女のトランスフォームだ。 という、なんでこれがこんな目立ってんのかと思いましたけど、トランスオックスっていうのがあるんですね。あのー、これがね、向こうの、その、トランスの人たちが好む、えー、カラーパレット、色の組み合わせがあるんですよ。で、その柄の字幕、本編の中の字幕というか、テロップというか、キャプションというか、この文字の色だったんで、これはトランスオックスだ、ってね、いう、結びつけたコメントがありました。これ別にね、作り手さんは意識されてないでしょうけど、 たまたまね、その transform っていう文字の色がレインボーカラット。で、bot1k さん。毎回ね、ありがとうございます。今回は短いですけどね。やっぱり釣りもそうですけど、こういう専門の詳しい方がいらっしゃると、さーて今回の双葉さんのご解説はどうだったでしょうか詳しい方がご覧になったらね、またいろいろあるでしょうけど、えー、い、ゆるキャンとのクロスオーバーはいつだいまたまたこんにちは。釣り友達よ。 インジケーターが使われているのは早々見かけないだろうし、私もあれについてはよく知らないのだが、とりあえず、へえ、あんま使われないですね。ベイトインジケーターは、ラインまたはロッドのどちらかに装着するものだ。ラインに取り付けられているものは全体的にボバーと呼ばれている。ロッドにつけるインジケーターは、また当たりが来た時にビープ音や光、またはその両方が出るので、 当たりを待っている間はゆっくり座ってのんびりしていていい。人工でない餌を使用する場合に最も効果的だ。そんなんあるんですね。でも見たことあるなぁ。そういえば。あのー、ま、あこれがね、続きがあるんですけど、必需品か全くそんなことはない。ボバーはキャストを乱したり、ラインを絡ませたりすることさえもある。また、インジケーターは単純に過剰だ。そのためには、ロッドスタンドも必要になる。そう、これなんですよね。なんか見たことある気がするんですよね。あのー、 なんか、竿だけ、竿だけ立てて、釣ってる人は、なんか、ソファーで本とか読んでるああいうやつっすよね。でね、また、ゆるキャンっすね。ゆるキャンで、どこかの風景を通りがかるのが垣間見えたり、同じキャンプでの宿泊をすることになったりしても、とても嬉しいだろうね。とか、ソロループでのキャンプエピソードは見れたので、今度はゆるキャンプでの釣りエピソードがいるね。というね <laughs>。まあ、やってくれたら面白いですけどね。たまたまそんなありますかね。ゆるキャンで。まあ、釣りとか全然ありえんじゃないですか誰が、 発案しそう。まあ、あゆっくり待つ感じだと、シマリンさんですかね、なんか、また、ムー系の本でも読みながら、ロッドスタンドで糸垂らしょ行って、とかね、やりたがりそうだなあとは、本当になんとなく、根拠ないですけど、部長。ま、あちょっと、おっさん臭いところありますんでね、部長は。なんとなく、釣りしようぜ、せっかくだから、みたいなこと。部長いそうですけどね。というね、ディスカッションがありましたが、そんな皆さんが今回どの辺に、 反応大きいでしょうかね。振り返っていきますけど、関係ないですけど、今、あのー、吉永家の食卓の場面見たんですけど、はやとくん、やっぱ前回とかめちゃめちゃ真っ黒だったんですね。うん。普段全然黒くないですよ。これは、なるほど。だから恋さんは、あんなに焼けやすいかなんか、だからあんなに対策されるのか、な。文化祭です。ォーチュローフェスティブルです。あ、そっか、意外だったわ。 あの、小春のクラスのメガネの人が予告にもいらっしゃいましたし、今回なんかその、私も頑張りますねを言って、で、小春とか、わかんないですけど、クラスの中で大きな役目を果たそうとされるのかと思いましたら、あのセリフはあれか、双葉さんか。ああ、そうでしたね。なるほど。へえ、意外だわ。まあでもその人が早速のご登場ですね。文化祭ね、うん。まあこれはいろいろありますんでね。 この作品ではまた CGDCT の通過儀礼とも言うべき、バイト会、お泊まり会、会、文化祭会、うん、こなしいってますね。で、なるほどね。点からね、うん。さすが詳しいっすね。でも、そっくりだと思ったけど、やっぱりフライとは違うし、へ英国発祥の、だから修練進化みたいに、似てるけど、発祥は別なんだ。進化の過程で近い姿になって、うーん。 でもこのフライと天ぷらの違いがフライフィッシングと天から釣りの違いに似てるっていうのは本当にうまいなこれそっくりですよね名前がそっくりっていうねフライとフライだし天ぷらと天からでしょはあこれうまいわ小春さんでフライは趣味でやられるやっぱこれは本当に英国紳士っぽいな実にうんああやって糸垂らして待ってるのも趣味の一環というねうんっぽいだし天から意外でしたね だからもう、全部かわかんないけど、あれで少なくとも一部は、成形を立ててる人が昔からいるぐらいなんですから、本当にその、やり方とか、全面的に、それをやる上での知恵とか、命がけで磨かれてるってことですよね。はぁ、あ、すげえわ。いつからあるんですかね。毛りで釣るという。はあぁ、寄生虫いい、アイデアですけどね。面白いですけどね。何人えわかんないわ。これ <laughs>、わかんないですけど。また、サイバーサイズさん、元ネタもし、よろしければ。 お願いします。もう後ろの男子無視のね、双葉さんを褒めることしか見えていない愛子さんっていう、まあやっぱりあの、釣りの時に一緒に釣り行った時、あれで完全に惚れ込んだんでしょうね。双葉さんはこんな釣りが好きなんて言っても大丈夫だろうかって心配されてましたけど、それがまさか決め手となって、今や愛子さんは双葉さんに夢中ですよ。<laughs> 男子かわいそうですよね。何にも聞いてないですよ。で、あの、愛子さんの、 惚れ方が変わってますよね。かっこいいですって。うん。まあかっこいいですけど、やっぱ双葉さんの可愛らしさよりは、ああいう頼もしいところとか、自分が気持ち悪いと思うことでもガンガンできるところとか、まあなんでもいいですかね。うん。恋は盲目じゃないですけど、完全にもう全部素晴らしくかっこよく見えてしまうという状態ですね。ねえ、この衣装を用意しないといけないと思われるあたりから、ちょっと愛子さん、 完全にあの人ではっていうね。なんでなんですかなんであなたがその心配する必要あるんでしたっけっていう思い始めたんですけど、まあどうやら完全にそうだったみたいですね。これすごいっすよね。この作品では特にあの結婚式の時でしたけど、今日の夕飯で結婚式で出したい料理の食材を今釣るっていうね。まあ最悪買えばいいからでしょうけど、すごいわ。文化祭で出す魚を釣りに行くかっていうね。 ありがたいわ、本当に、双葉さん。うん。スピニングリールは、これはこれでね、あの、まあ、また、改めて解説、あるかもしれないですけど、フィッシングボーイの、ボーワン k さんから、ですけど、スピニングリールの方が、自由度高いと、フォーギバボーだと、まあ、そうなんでしょうけど、これはこれで大変ですよね。あと、日よりさんの場合はね、ついフライの時の癖が出てしまう、っていう二重の苦労もあったんですけど、 いやあ、これはまたね、いろいろありますんでね、面白いわ。うーん。いちいちお見事だわ。その、まあ慣れてるんでしょうけど、実家のお仕事で。すごいわ、これは。双葉さん。賢いわ。この人の場合は、どの知識が足りないかっていうこと、フライばっかりやってる表裏お姉さんなんで、釣りのことで知ってることもあるんだけど、スピニングリール特有の、 知らないところを解説するっていう、今回の釣りで、ひょりお姉さんが、フライト違うので、説明しないといけないところを読み取られて、必要なところを解説されるというね。うん。すごいわ、この人は。ね。あの、画面の端っこにだけ映ってる、コアラが作った模型ですけど、あれだけでわかりましたわ。うん。有名ですもんね。口の中に寄生するやつ。だな。とかね。でも、ほんといいと思いますけどね。で、磯目をいただきます。 ありがとうございます。で、ここでね、深夜さんが、うーん、面白いことされてたんですね。これ面白いなぁ。これを、吉永さんからちょっと聞きたいんですよね。深夜さんって、ただ釣りが好きで、で、その、亡きお父さんの、で、趣味だったものを、ひよりさんが受け継いでるのは、ただそれを懐かしがってるとか、だけではなくて、多分この、お父さんがせっかく切り開いた、 った釣り方なんでこれを自分の手でわかんない完成というかあとは広めていけるように工夫を探してんのかなだからずっとやってんですかねひよりさんはうーんちょっと驚くような深い話深い理由がありましたねうんで二葉さんの「私も頑張りますね」ねこのサブ隊のね最後の小さいやつね最後がこれっていう表現が英語ではできないんですけど どういうどうど雰囲気を再現するかなまあエクスクラメーションマークですか。ねこれいいっすけどね。し <laughs> つこいしつこいっすけど。絶対に検索しちゃいけない生き物って。うんありそうありそう。賢いわ。なんであの白衣の袖があんな長いのか分かんないっすけど。でひよりさんのクラスのうん凝ってるなこれは。キッチンでございます、ね、いちいちこれすごいっすよね。こんなん作ってみましたっていう。たただだできたものが出ててくくるだけじゃなくて どうやって作るかまでね解説あるんですからねサバサンドはいでそれがご好評につき売り切れとなりまして食べたがる双葉さんでまたそれを食べるために一緒に釣りに行きましょうっていうところに焦る愛子さんね、うん、やっぱこの人完全に受け継いでるなサイカーさんがねお休み中の今 それに変わってか知んないですけど。ねえ、小春の方ね。意外とうまくいかない。あー、わかんないですよね。これね。偶然もあるし、変なもんが急に流行ったりしますしね。でしたかー。わかんない。次回なんすかね。小さい頃の、また日和と恋さんかなこの感じ。ね。次回11話ですしね。なんかその辺の大事な話があるんでしょうしまた愛子さんいらっしゃいますね。うんわかんないけど、愛子さん一緒に出かけてるしまあ、 もしかしたら、愛子さんが、双葉さんとの距離を縮めるアドバイスをコイさんに求めて、で、この二人のコイさんと日和の昔話が出てくるとかね、わかんないですけど。まあ、その辺の予想とかが皆さんの反応を見ていっても大きいですかね。なんで、次回までの間に、またその辺のところをいろいろと拝見して回って、また何か面白いことがありましたら、お話しようかなと思っているところでございます。ていうとこっすかね、今回は。 そんな感じでスローループ第10話見ていきました。お付き合いいただいた皆さんありがとうございました。また次回でお会いしたいと思います。それではまた。